しかわいくかわいく動画をご覧の皆さん、こんにちは。かわいく2代目区長に就任したミカエラです。カナダ出身なんですけど、8年前初めて九州に来ました。そして日本のこと大好きになって、どうしても長くいたくて、この8年間ずっと九州に住んでてました。そしてカナダにいる家族が心配しないように動画を作り始めました。観光の動画、体験動画、普通の日常のブログなど、いろいろ幅広いテーマで動画を作って YouTube に配信してます。福岡に引っ越したのは2008年なんですけど、初めて日本に来た時からずっと福岡のこととっても興味ありました。だって福岡は食べ物が美味しいし、海も山もすぐ近くにあって、文化も面白いし、どんたくもあるし、山笠も見るとすごく感動します。そんな福岡の動力を、私の大好きな福岡の動力を、日本の皆さんだけではなくて海外の皆さんも知ってもらえるように頑張りたいと思います。皆さんよろしくお願いします。